アスファルトですね。マツダの6ですけど、設計図ですね。これを20枚たまりましたんでね、ちょっと開いてみますか。はい、設計図を入手しました。組み立て準備完了。組み立てられるかもしれませんって、どういう意味だいな。集めたカードを使ってマシンを組み立てられるかもしれません。 いや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 、デートリテどこ行った、どこ行った。で、やっぱあれどこ行った、あ、これか。どこでやるか、どこでやるか、ちょっと待ってよ、どこでやるで。おお、あ、あるじゃん。じゃあ組み立て、どうせこれ1時間半とかかかったもんね。はい、じゃあ行け。エラーってなんてよ。はい、え、組み立て準備完了。金取るの214って、ちょっと待てよ、考えるわ。で、214がいいの。あ、作業時間はクートンでスキップすることができますなんで。今組み立て中っていうことでいいよね。まあいいや。とりあえず2時間半。待ちましょう。お、マツダの6、組み立て完了しましたね。で、これどうすりゃいいんだ。じゃないよね。じゃないよね。どうすりゃいいの。 D ランクか、 D か、 D で出れるレースなんかある。イベントってこれ何やったっけ。これ B やもんな。なんかできたはええけど、出れるレースがないやんか。どうしたらいいの。あ、マルチプレイでいいか。一回どんなもんやね。レベルがなんか600ぐらいしなかった。うわ、遅いね多分。せっかくもらったんで使わんといかんね。ならもうちょっとマシな車にしてほしいよな。もらったところでな、
それよりもちょっと B クラスの車をなんとかせなあかんなぁとは思っとるけど、どうかな。松田マルチプレイってこれほんまに人がやってんのかな。あれ1位やな、おかしいな、なんで1位なんや。マルチプレイで1位になることなんかまあないけどな。前も1回あったっけ。めったにないよな。え、何週やろ。1週か。いやアスファルトな。研究開発とかってあるけど、あれがさなかなかいかんだよね。うまくどうしたもんかね。よいしょ。あれ今日空いてるな車。Dランクの車。ポルシェは欲しいなとは思うけど、あれじゃあな、あの研究開発は厳しいもんな。あれ終わってもた。1時終わったね。ええのかな。このペケポンはどういう意味だよ。あらら、ほんまに人かなこれ。まあいいや。まあ1位でクリアできました。まあよかったよかった。